その方の指示に従うのだ。河内篠忠殿の妹君、藤姫様だ。この姫様を守ることにある。イカ攻めの手引きをしたのは服部半蔵に相違あるまい。それがこのわしだと言いたいの？そうだって言ってんだよ。人を切ったこともねえだろ。ねえよ、悪かったな。あの馬一族と戦うことになるのですか？誠の恐怖は豊臣家だ。サルトビ、サスケ、今こそ風魔一族の力を見せてやるのじゃ。奪われた姫は奪い返せばいいんだろう。俺たちが命に代えてもやってやるよ。リン、ピョウ、トウシャ、カイ、ジン、レッツ、ゾイ。